リーゼント定額の秋山です。ゆっちゃん、はい、古巣に帰ってきた古巣。徳島ですね。徳島。で、今日はね、はい、ちょっと見てください、これ。はい、徳島中央警察署。前は東だったでしょ、はい、私がね、僕も通ってたところですね。そうそうそう、そこをちょっと移転して、だから私が東京行くのと同時にできたんで一本入ってないんですよ。なるほど。で、今日はちょっと食堂、なんか警察署には食堂があるのかっていう質問が結構あるんですよ、でそこら辺見せれたらいいなと思うんですけど、ここの食堂はね、1階にあるんですけど、結構ね、一般の方もお客で来られるんですよ。はいはい。唐揚げ定食が美味しいっつって、ぜひやりましょう。行きましょう。はい、まあ、初めて初公開ですね。 OK、 はい。お、ここが食堂。どうも、立派なぁ。これどないさん、こっからスタート。こっからスタート。何を食べるかによって、あの、唐揚げ定食、日替わりが、あ、A と B、 今回は日替わりが、あ、安っ。安いな。秋山さんも初めて。初めて。ほんで、これ、ここ置くん。あ、すいません。なるほど。元気にしようよ。今ホリプロ入ったんよ。これは海外の人知ってます。あ、ほんで。やっぱり芸能人とかよくやる。芸能人の親戚を。ダメ。斉藤匠。斉藤匠さんと。母ちゃんといると。おお。これ近いだろ。うん。いつの間にやらんないらんの。はい、すいません。うまそう。これであと唐揚げがついて530円。めっちゃ安いな。めっちゃ安いっすね。すいません。お茶碗がこれ、これが大盛りってことですね。あ、これ普通。はい、大盛りはね、もう一つ大きいお茶碗。マジですか、これより。いや、今度は3回目。どういちゃん、530円。唐揚げ定食だ。安いな。これで530円だよ。これ一般人も入れる。そうですね、一般人、一般の方も。で、やっぱり玄関の前なん、隣なんで入りやすいですね。すごいよな。あれ、これってワンアウト。じゃあな。警察署の中にこういう食堂があったらね、もう安心ですね。そう、あの、警視庁があるんだよな。警視庁はもう、どの警、全部の署にある。いただきます。うまいわ。頼みますよ。もうそろそろ食レポ。鳥の味だな。そのまま鳥の唐揚げなんだから。うん、うまい。こういう食堂の売り上げっていうのは警察署に入るの？うん、もうここは島村さんというか、島村食堂って島村さんやった。それ入ってるっていう。そうそうそう。じゃあぜひ島村食堂のためにも。なるほど。徳島の方々ね。どうぞ、来てほしいね。安いですよ、美味しいですよ。あ、どうぞ。